オーストラリアの基本的な地質学的地域、年代別。オーストラリア縦上地は、西オーストラリア縦上地、または西部高原とも呼ばれ、オーストラリア大陸の半分以上を占めている。縦上地という言葉は、冷えて固まった古代の溶岩を指すために使われる。オーストラリア縦上地の震度は 4.5km で、推定年代は28億から35億年前。 より年代の若い大石岩が縦上地の先カンブリア時代の表面を覆っている。この縦上地が位置するのはオーストラリア西部で大きく見ると北はアーネムランド東岸もしくはカーペンタリア湾から南は南オーストラリア州のエア半島までほぼまっすぐ南北に走る線の西側にあたる。内陸部ではシンプソン砂漠の西側。 平均標高は 305&460 メートル。縦上地は2つのクラトンを含むいくつかの異なる断層地界に分かれる。この2つのクラトンは縦上地の最も古い部分であり、どちらも年代は23億年以上前である。これらのブロックのいくつかは隆起して高地を形成している。またいくつかは陥没して低地や盆地を形成している。低地には グレートサンディ砂漠、ギブソン砂漠、グレートビクトリア砂漠、奈良坊平原があり、それぞれ縦上地の北西部、中央部、南部、南東部にある。奈良坊は乾燥した、事実上無人の石灰岩高原である。西オーストラリア縦上地とグレートディバイディング山脈の間は、グレートアーテジアン盆地になっている。高地には、西オーストラリアでは、 西部と北西部の沿岸地域のハマーズリー山脈とキンバリー山脈、そして南西端のパースから内陸のダーリング崖が含まれる。マクドネル山脈はノーザンテリトリーの南部にあり、スチュアート山脈とマスグレーブ山脈は南オーストラリア州の北部にある。縦上地のいくつかの地域では、侵食と風化で形成されたメサやビュートと呼ばれる、孤立して切り立った岩場が見られる。 例えば西オーストラリアのキンバリー地域とピルバラ地域、ノーザンテリトリーであれば、アーネームランドなどで見られる。ありがとうございます。